はい、今日もあなたと役所天国、本日は9月の3日。よし、バジル取りましょうか。バジルを取りましょう。よいしょ、いいのか。さあ、もうワンワンしてきてるのでね、正直邪魔なんですねこうやって収穫の邪魔になってきてるので、いつも言うんですけどね、こうやってこう何コンパニオンプランツっていうんですか、はい、効果あるんですか、ありません、はいこれが本当に効果があるんだったらみんなやってるはずなんですよ。誰もやってないでしょ。ゼロじゃないと思いますよ。でもほぼゼロだと思ってください。あ、これバジル植えるだけで野菜がボンボンできるんだったらとっくにやってるっちゅう話ですよわかりますよね。なんちゃってですね、全く効果はゼロってことはないでしょうけど、でもほとんどゼロですね、結論から言うとね。我々専業農家がね、考慮に、値するようなものではありません。はい、よろしいでしょうか。いやー、今年はナスはもう周りは全部青枯れ出ちゃってるけど、バジル植えていたから助かったねって、そんなことはないんですあ、でもいいですよ、家庭菜園の人にやってみてね、本当にそうかどうか、ぜひね、僕が言ってることを確かめてみてください。バジル植えて、ね、ナスかトマトを作ってみてください。でも、それでできた、できなかったって、みんな判定できますか？それはバジルのおかげだということは、あなた認識できますか？そこなんですよ。ね。常にそうなんですね。その結果がどうであれ、ね。それをあなたが判定できるかどうかというのがポイントになるわけですね。ここ取って、今週末取って、来週取ればそれで1回なくなるね。はい。今日はこんなもんでしょ。あんまりね、今日お客様バジル入るけど、入りますね。レシピね、1回冷凍して乾燥場にするっていうレシピ入れてますね。それですとね、しばらくこうやってこう、ね、生だとね、まあ、このまま花瓶につけてもらってもいいけど、そんなに持ちませんので、1回ね、乾燥バジルにして、そうするとほら冷凍しておけば常時こうなんか使えたりね。そんなにほらね、僕だったらやっぱりパスタの上に乗っけたいですよね、この香りを楽しんでね。普通にミートソースパスタ作ってその上にバジル乗っけるだけでもね、最初届いたら生場をねこうやってちぎってもらってね、楽しんでもらったらいいと思うんですけど、あとハーブティーにね、なんかカモミールティーとかの上に乗っけてもいいしね、それで楽しんでもらえればと思いますね。この時期だけですからね、こんだけ新鮮なバジルがねお届けできるのは今日ですから、皆さんねご自宅にねバジル、こう僕の設定野菜が多分大和さんから受け取った瞬間にバジルの香りがすると思います。箱の外からでも漏れますからね、バジルね。よいしょね、まあ端会議ですからね、ちょっとあんまり野菜ね量も多くないし、ちょっと品目少なくなってくる時期ではあるんですけどね、これで少しね楽しんでいただければと思って、はい、今日はバジルね結構取りましたんで、これねよろしくお願いします。はい、それではまた。